空海霊茶というものを飲んでみたいと思います。なんかこれ前に似たようなお茶飲んだことあるんだけど、それとまた違うのかな。健やか笑顔って書いてますけど、まさか健やか笑顔っていうメーカーさんが作ってるわけじゃないですし、そんな名前のメーカーさんあったらぜひとも検索してみたいところですね。あ、すればいいか、検索で。中身を開けてみますと、おお、パックタイプですね。2枚もいらないっての、ちょっとというわけなんで、はい、ティーパック出ました。はい、で、まあお茶なのでいつものごとくなんですけど、ちょっと持って入れて熱づってなると最悪なので、ワイプの方でやりますね。これを入れて 200ml ほどのお茶、だいたいこれの5分の4くらいですね。このカップだったら足りるかな。ちょっと少ない気もしますが、まあいいでしょう、飲めないわけじゃないでしょうから。チャンネル登録よろしくお願いします。では、お茶がこれで何分ほどだ、あ、ここに書いてあるんですね。3分間ほどですね。今のうちにここに書いてあるものを見ていきましょう。はい、これが成分ですね。近藤茶いろいろ書いてあったりで、なんかこういう、あと、おっと、こっちには成分が載っていましたね。なんか、はい、いい成分で、体験談はちょっとかな。で、飲み方、すぐに飲むのも1分、3分、7分とありますね。7分だとちょっと時間かかりすぎるので、今回は3分を目安に1回飲む。これは標準みたいですからね、物足りなかった人はということなので、少し待機しましょう。そのまた今回の効果が感じられなかったら7分挑戦してみますね。で、さらにこんな冊子までついていました。おお、こんなお悩みはありませんかと、チェックシートを、じゃあチェックシートで全部入れてどうすんだよ、先に。自分で入れさせてよ。まあ、これ一番下は当てはまってるかな。はい、今スッキリの表現のために青空を広げてるんでしょうが、これ関係あるのかな。はい、で、お茶に、成分と、その成分の由来となっている植物たちですね。香料人参とか聞いたことあるな。ルイボス、これに入ってるのが大麦麦芽、なんだろう、大麦青汁とかよく聞きますけど、それとはまた違うのかな。で、デキストリン、トウモロコシ由来。デキストリン、確か水溶性の食物繊維でしたっけ、前に聞いたことあるのよね。で、さらにこういうので、先ほどのやつをお茶にした図がここに書かれていますね。で、使い方アンケート、おお、ちょっとこの人たち売ってないよね。何時頃に飲んでいますか。就寝前が多いですね。寝る前に飲んだ方がいいのでしょうか。10時過ぎ、3時頃も多い。他にいいと感じたこと、なんかスタイルとコンディションが多いですが、結構いろいろばらけてますね。こんなにいろいろ効果が出るもんなのかな。で、何日に何回飲みますか。毎日1回がほとんどの方ですね。まあ、割合が書かれていないのがちょっとどうしてなんだろうって疑問に思う部分もあるのですが、で、2日に1回、週に2、3回、毎日1回、毎日2杯以上飲む方はいらっしゃらないようです。そんなに飲めないってことなのか、それとも飲まない方がいいのかなのか。はい、で、はい、先ほどの紙と同じアレン時間に加えてアレンジ方法、アイスにしてもいいですし、ミルク割り、まあ、要はミルクティーにするってことですね。甘味を加えてっていうのもありみたいです。そして、まあ、ありがちな Q&A、 なんかノンカフェインなので寝る前というのも問題なしと書かれているので、寝る前が多かったのかもしれませんね。
試してみたいけど、うん、どんな風なのかなこれ。はい、ではそろそろいいかな。ちょっと色が底の方に沈んでしまってるので分かりづらいですが、飲んでみます。ご食事の時に一緒に飲みたくなるような味だな。これで痩せられるなら嬉しいと思う。結構香ばしい味わいで、濃いめの麦茶というかウーロン茶というか、そういう風なお茶に近い味でしたね。どちらかというと日本茶よりは中国茶に近いような、そんな気がしました。ただ香りはそこまで強烈ではないので、麦茶やウーロン茶が好きな方にはおすすめできる味だと思います。なのでミルクと考えて出ましたが、ミルクだと紅茶になるのでちょっと違うかなとも思いました。まあそれはあくまで好みですからね。なんか食事に合わせて飲みたくなる お茶だなと思いましたので、こちらのテイストとさせていただきます。これで中華料理とか食べたら美味しいかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。